はい、皆さん、です。本も一般的じゃない体の秘密や可能性楽しく紹介しようと思っております。はい、本題なんですけども、重たい拳を作る方法についてですね、紹介しようと思っております。まあ、結構ね、今回はマニアックになっております。はい。で、パンチ力が、ね、ある人って、重たいパンチを打てる選手っているじゃないですか。まあ、キレがあるパンチっていうよりは、重たいパンチを打てる選手ですね。そういった選手って、実は拳も重たく使うことができております。まあ、今回ですね、この拳を重たくする法律ですね、紹介していこうと思います。まずね、実際にやっていこうと思います。まずですね、今のね、拳の状態ですね、確認しておいてください。で、そしたらですね、拳を重たく練習をして、重たくする練習をしていきます。やり方はシンプルですね、立った状態で、手を前に出します。そのまま、まあ、いつもパンチ打ってる後ですね、そのあたりを意識してもらって、上下に動かしながら、拳の重さを感じてください。拳の重さが感じれれば感じれるほど、拳は重たくなってきます。で、この時に注意点としてはですね、力が入ってしまうと、体の重さ、拳の重さ感じることできませんので、とにかく力抜いて、とにかく力を抜いて、拳を上下に動かしてください。そうすると、拳の重さが、ね、感じると、あ、なんかさっきよりも拳が重たいかも、みたいな。手を動かしてるだけなのになんか体幹も効いてきた、みたいな感じになってくれません、ね。結構うまくできております。これね、何をしてるかというと、まあ、いわゆる重力の感覚を高めてるんですよ。重力ってもちろんずっとかかってるんですけども、ずっとありすぎて分かんなくなってるんですよね。もう重力の方向をしっかりと認識して、拳にかかってる重力の感覚が分かれば分かるほど、まあ、パンチ打つときにね、重力の感覚を味方にできる、邪魔されない形になってきますので、まあ、すごくいいおすすめの方法になってきます。で上下に動かしてみて、あ、なんか拳重たくなってきたなって思えば、OK っていう形になります。そしたら、ね、最後に、ね、パンチ打ってもらうと、最初にやった時よりも、なんだかね、腕パンチが伸びる感覚が出て、なんだかここに重りつけたみたいな、この辺りに重りつけて、なんかパンチ打ってみたいな感覚が出てればですね、まあ、うまくできてるという形になっています。いけましたでしょうか。いきましょうか。まあ、拳ってね、重たい感覚を身につける、要は重力の感覚を身につけるだけで、無駄な力みが出てね、パンチもスムーズに打てるようになりますので、非常におすすめになっています。まあ、もちろん、これだけでね、パンチ力が上がるかというと、もちろん、このね、体幹の効かせないといけない筋肉、前撃だったりとか、リスクの固定だったりとか、手の握り方だったり、大脇とか、腹圧とか、まあ、もろもろね、下半身とか、まあ、もろもろいろんな要素あるんですけども、まあ、その中でもね、まあ、一つの要素として、拳を重たく感じる。まあ、この一つでもね、結構体の中の動きってスムーズになったりとかしますので、なんか力んでね、パンチが伸びにくいとか、なんかパンチ力、なかなか上がんないなとか、思いっきり振ってるのになんか体重乗らないなみたいな方はですね、体重を乗っけるコツにもなりますので、拳の重さ感じる練習ですね、ぜひ一度やっていただければなと思います。はい、ということで今回はね、このセットと思っております。ユルス先生、X や S でもやっても、その人のチェックをよろしくお願いいたします。またオンラインスクールも営業してますので、この拳のね、重さの秘密、もうちょっと、ね、深く言うといろいろね、軸の使い方とかいろいろあるんですけども、まあ、その辺ね、詳しく知りたい方は概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。また、ゆるみ全体自身は大阪にありますので、こういったね、体についてね、マニアックな話が好きな方、見つけたい方はぜひ一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで今回は以上です。さて、まさるのご視聴いただき、ありがとうございました。